ございます。さあ今日ウィニングラブ2020やっていきたいと思います。まずは前回のウィレ動画で皆さんからいただいたコメント紹介させていただきましょう。ウィレアと再会しのガンバサボさんから、コーラ、英霊との再会は考えるかい、ローガルとコメント、ローガルとの再会は辛いということでした。前回の試合ではロベカルを全く生かすことができませんでした。カルロスさん本当にごめんなさい。次の試合ではしっかりとロベカルのクロスから得点を目指していきたいと思います。続いてコトロさんからです。A と香水、隣のクラスの優しい野球部って顔してる。アキラ東京、同じクラスのもやしの卓球部って、顔してるということです。もやしっ子の卓球部出身として卓球部で今在籍してる方々に勇気を与えられるように頑張っていきたいと思います。続いてラ・ジョーヤさんからです。コロナ何も感じないわ、精一杯の見え、ガキが負けたとまだ本気出してないだけっていうと一緒ということです。グーの根も出ないほどのド正論のかまされて何も言葉もございません。皆さんコメントありがとうございます。さあ今日のウィニングイレブン2020はですね、またポンピートのマイクラブでの対戦になります。その前にですね、この前回と同様の、ワールドワイドクラブズのこのレジェンドのガチャ引いていきたいと思います。で今回のルールなんですけれども、レジェンドが合計3名出るまで引き続けていきたいと思います。両チーム合計3名なので、もちろん片方が3人片方が0ということもあります。でその出たレジェンドの選手を必ず含めて、その後は対戦を行っていきたいと思います。ガチャ引きの流れなんですけれども、お互い3回ずつ引いていきたいと思います。まあこれはちょっとね、どっち先に引くかじゃんけんで決めたいと思います。最初はグーじゃんけんぽい。よし、よしよしよし、じゃあまず1回目いきます。はい、頼む、あの画面くれ。よし、いい、はい、レジェンドなしです。まずスペイン、スペインいいよ、うん、レアルか、金玉、これセビージャか、エスナ、あ、フェラントーレス。フェラントーレスか。はい。フェラントーレス来ました。はい。さあ、その他の選手、このような形となりました。じゃあ、2回目いきます。はい、お願いします。頼む。よし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 、いいよいいよ。早くないか、さすがに。早くないって。こんな来る、早くの、レジェンドが。誰ですか、マルピルロ。今なんかピルロっぽい襟足。よし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 、これは嬉しい。監督、いいピーチャーのホールっぽく言わなくて、いやピルロはかなり好きなんで、めちゃくちゃ嬉しいですね。これはローマ前にピルロ大丈夫かな。いい、はいはいはい、すぐにロックしたい。やめて。あ、アレクサンダー・アーノルド、トーマスパーティー、いいね、このセットは。ちょっと早いけどね、出るのが。まあだからあと2人合計、うん、で2人、うん、2人合わせて2人、はい、そうです。それはじゃあラストいきます。はい、お願いします。射線やめてよ。よし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 、あかんねえ。何何、でも3回俺も引けるってことよね。いや違う違う違う、出たら終わりです。そんな出るかね、すぐ。ミキ、ミキティって何、なんかネドベドみたいな髪色だったけど。ああ、いや、ネドベド、ネドベド、オッケーオッケー、東京だろ、ネドベド。いいいい、いや、スポーツいいですよ、これユベンティーノがローが入るのまずいな。ロースターチークと衛星も入りました。はい、じゃあ次で私3回引いていきます。さあ頼むよ、マジで一人も引けないで、あっちに言っちゃうのがそれ最悪なパターンだからね、マジで。ノーレジェンドでノーシグナルやめてね、マジで。ノーレジェンドで、あーた、キンタマース、ジャカじゃなくてダニセバージョスか。ちょっとその他知らない選手が、パックに混入してきました。いや、混入ってものみたいな言い方やめて。はい、そんな気持ち悪いヒゲ生やしてお前混入してるな。オッケー、やめろよ。さあ続いて2回目いきましょう。オッケー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 、イングランドか。エバートン、チェルシー、チェルシーだ。クリステンセンか。ああ、長友の同僚か。何？あれ違ったっけ、リングル。いや、ローマですけど。あ、失礼しました。そしてバルモース。バルモース。ええ。はいはいはい。モノモース系は。いい、エガちゃん。ちょっと本当頼むよ、マジで。本当に引かしてくれ。最上級のレジェンド、本当私に引かせてちょうだい。こっちにちょうだい。いや、本当頼む、マジ頼む。オッケー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 。いいよー。
ラッツィオか。インス…あ、インモービルじゃん。インモービルはいいね。これいいじゃん、普通に。さあ、ラッツィオ、インモービル入ってきました。ベジェリンも入ってきたか。セルジロベルト。セルジロベルト。よし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 。じゃあもう、あと一人でも引いたら終わりなんで。じゃあやめてよ。じゃあ一回これ GP でいっちゃいます、レジェンド出たら即引退やめてよ。あの GP じゃなくて、あ、GP でもいいか。いや、即引退じゃねえ。別に笑ったらとかじゃないでしょ。まあ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 、まだ2回あるから。ロシア、ロシア、バリのフ、バリのフさんか。ギャレス・バリとルー、ウェイン・ルーに来たね。じゃあ2回目いきます。はい、2回目お願いします。コナミやめろよ。イングランド、イングランドね。どこだ？いや、トッテナム。ああれあれ、ハットトリックした人、ルーカス・モーラ。ルーカス・モーラ。オッケー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 。このユニフォーム取ってるの？ベン・デイビスだ。エンドンベレも来ました。はい。ベン・デイビスは知ってるんですか？あ、ごめん、違った。全然違う。違うベン・デイビスでした。え、違うベン・デイビス？いやいや、アパレルの、アパレルの。さすがに出ないでください。いきます。頼むよ、マジで、さすがに。本当やめて、マジで、それだけは。絶対俺もレジェンド行きたいし、レジェンド戦っていきたいし、レジェンドやりたいこともいろいろある。よし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 。さすがにね、そんなことはないでしょ。オランダ？オランダ？アースナル？アヤックス？アヤックスか。いい、もうオランダにアースナルがあるとか思ってる時点でもう、おかしい。ラズバン・マリン。これはちょっと知らない選手です。クルニッチね。はい。それでは私、聞いていきます。ここです！あ、マジさん。本当だ。出ないなぁ。これどこだ、あれか、ベンフィカか。ベンフィカ。ルーベン・ディアス。はい。ポルトガル代表かな。違うかな。え、次ーさ、知識当たったかなって。はい。兄ちゃんのスレッド見ました、たまたま。スレッド見ました。いや、なんかポルトガル代表強すぎ、ワルタみたいなスレッドたまたま立ってました。ダニー・ウェルベック、アフメド・クトゥージュさんが入ってきております。2回目いきます。俺、えー、こんなイタリア、ミラン、お、ビブラリボビッチ、ズラタンが来ました。85やっぱ強いな、イブラも。おー、マルコス・アロンソね。はい、レマル。さあ3回目、ほんと頼む。オッケー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 。ユベントス。おい、来たじゃん。まあまあまあ持ってるんですけどね。無料ガチャ引いたのね。はい、クリスティアーノ・ローナウド、アダム・ラーラーナ・ソブリノ。ちょっとレジェンドは引けずです。じゃあ行きます。はい、頼むよ。マジでやめてくれそれは。どこ？さあ、奥庭。どれこれ、何これ。もう多分変なとこだ、わからない国。 B04。 ああ、んバイエル。あ、ちげえ、バークーゼン。ルーカス・アラリオ。お、徳耳の海が来ました。ワンビサカも来ました。はい。さあ、続いてポンピー、2回目です。もう本当に出ないでやめて、サンゼロ本当いらないからね。よいしょー。イングランド、トッテナム、20番、デレアリか。デレアリ、モーリーニョさんと話してました。いい。いきます。出て出てないで。ほんまちょっと遅かったから言っちゃった。フランス、エンバペとかやめてよ。いや、もう金なん、マルセイユ、マルセイユ、サカイか。サカイ、サカイやってやれ。以上です。さあ、次で絶対引きまーす。それでは次は私のターン、必ずレジェンドを引き当てましょう。オッケー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 。前回とか結構いい引きしてたんだけどな。レアル、レアル、
ビニシウス、ヨビッチか、ルカ・ヨビッチ、またベン・デイビス、ベン・デイビスこっちも来ました、アラリオってそっちも来ましたっけ、はい、さあ続いてですよ、クロキンの西田いたいやいやスペインアトレティコ、あーロディ左サイドバックね、ヘナン・ロディ選手、ジョゼ・ウェリソンとマウロ・ジュニオールという選手も入ってきました、マジで頼む、もうこのターンラストね、はい、このターンラスト3回目、このターン3回目、オッケー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 、来ないよー、フランス、エンバペ、マルセイユだ、酒井宏樹、ヒロキセドリックとエニス・バルディです、できます、はい、続いてポンピーです、決めちゃって、やめてやめてマジやめて、もういいよ、おいその声やめろ、一人もレジェンド弾けてない人が隣にいんだよ、いやだからそれかわいそう、マラドーナ、いや右利きだけどね、ちょっと昔の選手、あジーコ、弾けジーコ来ました、ありがとうございます、オッケーオッケーオッケー、ちょっと3-0レジェンドの数、レジェンド生きてーなー、この後はスカット組んで対戦です、それでは、両方もスカット出来上がりましたので試合の行ってみたいと思います、さあそれでは両チームスターティングメンバー見ていきましょう、まずはコロン東京からです、ちょっと私は新しいメンバー獲得できていませんただですね無料ガチャメッシとクリスティアーノ・ロナウドを引いています、で今回はガチャでクリロナ引いたんで、レベルトレーナーで育成しました、クリロナベンゼマの2トップに注目していきましょう、デニスロー後半から出ていく予定です、さあ一方、ポーマのフォーメーションの方は、私の方は、監督をマウリツィオ・サッリにしました、はい、で 4-3-1-2 でジーコをトップした、はい、その下にネドベド・ピルロ・ディベッカムという、はい、まあ私たちの世代にとってはもうかなり、はい、たまらないメンバーってことですね、たまらない、はい、はい、メンバーです、であとアレクサンダー・アーノルドも取ったんで右に入れました、はい、最強です、やめて101ってお前2人レベルトレーナーでした、はい、コメント忠実にやめて、はい、ありがとうございます、はい、じゃあそれでは試合です、頼むよマジで、さあ頼むよ、本当に負けられない試合、ちょっとレジェンドで来上がったんですけど、試合は試合、ちょっとチャットでよろしくお願いします、いらない来んな来んな、サポーターの完成がいいっすね、はい、さあそれでは始めていきます、よろしくお願いします、ロナウド頼むよマジで、俺はベンゼマ行きたい、デニスロー後半からやってくれるはず、このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー、それでいいよ、どうぞよろしくお願いいたします、よろしくお願いします、いや通されちゃダメそこ、いやそれは全然いい、いやー間違えた、そんなのはどのゲームでも入らない、はい、オッケー、取れない、ナイスよ、ナイス、ジーコ裏のスペースを狙う、中央上がっていく、ロード、いいよ、いいよ、集中ね、ビルロー、ナイス、いや、そうすると体勢悪すぎた、いいよ、立ち上がりから非常に激しい攻防ですね、こっちはジーコ、見応えある、こっちはジーコって何、大沢あかねさんです、えビーゴ、さあ、繋がるか、あー、やばー、暇ねえかそれ、あぶね、いや惜しいな、チクショ、ピンチをなんとか出します、ベッケンバウアーから右へ、えよっしゃ、なんで打てる打たないの、トラップなしでよくない、今のはこんなシンプルなアーリー入れてんのに優しい、何がアーリークロスなんだ、あ、はい、こういうの後よ、大事なのは長いボール縦へ抜いた、ロナウド、そんな正面、あぶーよくせいだよ、シュートもあります、あれはないよ、そこのコネいらないのよ、いやまずい、さあ仕掛けるか、
助かった今それギリギリまでついてってよかった助かったよね前半29分ネドベドならいいんじゃない？ナイスキーパー！素晴らしいよ。ナイスレベルトレーナー。みんなミドルあるよ、これ。オッケーよ。メッシ。メッシからクリスティアーノ・ロナウド。オッケー！これキーパーで大丈夫よ。よし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 。よし！何飛び込んできてんのわけ、今の。ゼロゼロ。キーパーは？なかなか出たい試合、出たいだろまず守備目は改善されてきてませんか、いくらでオッケー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 ここからよじゃあ行こういけるぜなめてるオサイドバックを設定してるナイスまだクリア危ない来たぞメッシー！危ねえ！ロベルトレーナーのおかげじゃメッシー気をつけろマジでオッケーオッケー抜けてくるナイスーまだ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 オッケーナイスあはぁえ、なになになにあオッケーよオッケーよはナイスー何をやってんえここはすぐ奪い返します。オッケー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 聞いてる聞いてる。何してんの？聞いてるって。みーちゃんやめろ。いやー。いやー。おーまい！これひどいでしょレジェンドに対して。世界のサッカー界を牽引してきた人に対してなんでこういうことできるねんどっちのことえどっちってロベルトだよそんな何をやってんのお前はいやだからでもここで一発示しとかないといや示るとかいらねえよカピターノとしてやらせてそれはちょっとお前ら気合い入ってねえぞっていうこといいそういうやり方じゃねえからうちはえちょっとそういうのでやってるじゃんこういうのが下るんだローマは3本えやるじゃんいやーレオメッシレオレオレオ負けてみるやった敵で見るでしょマクロミル、すみません、リサーチ会社になっちゃった失礼しましたテクデビルさんですよっしゃ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 今ファー狙ったんだよね、初めて前半ずっとには行ってたからねセットプレーでの得点イエーイここで選手交代をします、テクデビルに変えてケディラ得点取ってくれました左サイド、ロシツキーに変えてレマルですアルフォンソ・デイビスとはいジークあフリット入れましたアルフォンソ・デイビス、怖いなさあ、集中ね、ここからロナウド！ナイス！片手一本勝ちのもと、素晴らしいよオッケー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 片手一本カジノもとって何マッチ一本間違えましたオッケーでこっちオッケー読んでるよオッケーオッケークリスティアーノ・ロナウドからベッカムあーロナウドゴーよし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 こっちはレジェンドいんのよかつてのかつてのって今もレジェンドだろいい読みだったよ。それは違う。オッケーオッケーオッケー。え、何をやってんのよ。キーパーキーパーキーパー。誰でもいい誰でもいい。え、むちゃくちゃやるよもう。奪い返します。やめて。メッシー。危ねえ。危ねえ。なんでよ。そっちかうーん、オッケー出せーわーオッケーやべ東京、これは奪い返しますうっ、シンプルにめっちゃ奪った東京ラララララララ俺が
ク小原明カリムイネバ東京は盛り上がるよ目覚め東京よっしゃち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 ゃ最高の時間に追加点です相手がレジェンド聞いても関係ない勝つのは俺たちだよっしゃちゃちゃちゃさあ最後前回引いたレジェンドデニス・ローベンゾメ変えて投入ですハリー・ケインとダニエル・ペレイ入れますはいここでしっかり収めてほしいなクリロ投げいやー取られた最後集中していこうぜ俺らの誇りおお東京やべーあーだーかか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 かいい展開ですねついてくよしっかりやべ前に進めるかナイスここ頑張れオッケー素晴らしいあっひどすぎだろおい最後に晩節怪我したな何をやってるお前最後の最後でオッケーオッケー終わりにしてこの動画をやめてさあこちらスタッツになりました2対0の完勝素晴らしい勝利でしたぜひ皆さん賞賛のコメントもお待ちしておりますそれではまた次回の動画スタジオでお会いしましょうさよならチャンネル登録してみませんか？